いらねえっつって、あれショーセンターサークル機のやつでしょ。そうです、そろっぽいな、カールすげえ必要だ。そうなったら安さん機嫌悪くなかったこの前、駆動前の時大体試合機嫌悪いの。いや、なんか一番顕著だったような気がするんだけど、いや、なんかうまくいってないっていうのもあったけど、コバさんのせいっす。コバさんのせいっす。コバさんピボに突っ込みすぎるから、あれでしょ、そうあの滑ったやつでしょ。めちゃくちゃ緊張。俺言われたもん、あそこ行かなくていいって。やっぱサンちゃん、サンちゃん上手かったわ。ファースト誰がフィックスやってるんですか。あれはね、量産になってるけどね、もう固定されてない。守備の時は阿蘇さん、相手がなんかやりたかんだよ。いや、なんかサンちゃんとマッチアップしたいみたいな。OK にしといたけど、隼人さんはあんま後ろに置かない、なんか足今やばいから。隼人さんあんま後ろに置かないでしょ。なんか微妙にあれですよね、微妙にピクソの位置入ってる。誰が早瀬さん、早瀬さん状態が良くないから。ファーストセットは阿蘇さん以外捨てたいっていう。阿蘇さん以外捨てたいっていう。すげえ、おおおおおおお、だって純粋なフィクソって富田しかいねえじゃん今。ヤスさんもそうなんですか。ヤスさんは右腹やってるよ。あれ強兵後ろ置いてるっぽいよ。あ、そうか、あれ強兵君があるじゃないですか。そうなんですか。角谷さんやっぱあれなんだな、一番結城さんの穴が大きいんだな。あ、でもでかいっすよね。得点は田舎でもでかい。去年結城さんと陽さんだけで20点、20点近くを叩き出してる。年間の10点近くの人を失ってるって相当でかい。ゴールゲッターがいなくなってる。出来だったのあれだったの、カオル君の負けた後のあの悔しそうな顔。え？駆動前に、いや兄弟いるから。あ、え、でもいなかったっすね。その時なんか飲酒かなんかでいないみたいな用事があって。いや負けたくないっすよ。でも、まあ、家帰ってなんか言われるのよ。一番顔に出てた。スイッチは入ってなかったですか。え？スイッチは入ってなかったですか。入ってないんじゃない。あの、やからモードにはなってなかったな。それ勝てば1位に近づきますよ。
チームです。今って一生あれ